ますやったら、なるほど、わかりました。どっから出てるのかな。じゃあ生中と牛の通にお願いします、はい。写真とかって、あ、いいっしょ、うん、構わないっすよ。ポッタマビール、はい、失礼します。あ、いらっしゃる、どうぞ。すみません、あ、よろしく。こちら、そちらなんですが、あ、すみません、ありがとうございます。どうぞどうぞ。ライターと、ありがとう、ありがとう。今日、好きなんですよ。すいません、ここ置いときます、これ。はいよ。そうそうそう、うん、関東はね、豚もつ使うんでね。今日仕入れられなかった。もうなんか正月のあれになったらもう全然仕入れができなくて、うん、だからないものが何個かある。卵とトマトとオイスター炒め、はいよ。ハラミもないですか？ハラミある。じゃあハラミください。はい。はい、から失礼します。
はい、ありがとうございます。はい、おでんのチャンネルね、おでん器が出て、あの練り返しが、はい、今やる。いただきます。どうぞ。おでんのね、これね、いらっしゃいませ、どうぞ。ああ。お前それ画面落ちたから今気をつけろよ、うん、ダメだよ、下一個怒ったぞ、探せ、絶対に刺さるから、うん、おー向こうだよ、向こうで落ちてるよ、俺見たらそっちまで2つくっついてたんだから、そう、子供いるんだから刺さるぞ。ここで落ちたの俺見たから今。あったろ。もう一個ある。あ、じゃあちゃんとボトンもつける。あれちょっと練り返し、あ、あ、あ、オッケー、
も4度目っていうリクエストが。ええいや、昨日の、いや、成田さんが4度目って言ってたからさ。いや、行かなきゃいけないから。いや、そんなことないんだよ。みんな打ち上げていいんだから。年末の忙しいのに大丈夫かなと思って。乗っちゃってるよ。全力で。何がおでん？ああ。今日若いよ。今日。あ。はい、今日のセットも。はい。梅酒のソーダ割りってできますか。ああ、ソーダないんだじゃあ、うん、水割りってます。梅酒の水割り、水割りできる。梅酒の水、はい、できますよね。よかったろ。だから、こっちお前の感覚
あとは腹みたいな。大丈夫かな。ありますよね、ちょうど。あの会員制って書いてる扉、重たい扉も。ワークなめてるよ。あ、ワークやっほー。でもそれでしたら充電とか大丈夫ですか？充電は充電器持ってたんで、携帯のやつ。見ながら来るとどうしてもなくなっちゃいますもんね。それぐらいまた聞いてます。ケーキ好きか。じゃあケーキほら出してあげよう。後でいいじゃん。もうだって今食べちゃう。食べる。すぐよかった。持ってきた。はい。食べてきな。トマトをもぐ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 ずっと食べてるから。どれがいいですか。こっちで器に乗せてあげるから。
切らないといけないですよ。うん、カットする。うん、本的なやつ、うん、で、あの畳式のシートに乗って、うんうん、あれにあれだって畳のは全席じゃないでしょ、じゃない一部だけでしょ、あれ乗ると余計なとこ止まらない、淡路だから、あのカツラ、あの着いたらもう淡路止まらん。俺もね、あれね、あの確か、あの全席じゃねえなと思ってたから貸し切り状態貸し切り状態だから、あの2列シート、1列シートっていうのが分かれたから、うんうん、はい、呼べるぜ、これに1個ずつ乗せたり、向こうたしなみながら、余韻に浸りながら、クリスマスでもだいぶケーキ食べたんじゃねえな、本当は。入れとく、うん、そうだ、あっち開けたりしてみたいな、ブロンテとかブロンテあるって、いいよ、ちょっと聞きたいんですけど、一ついいですか、うん、いいですよ、これってどこの店ですか、それ、はい、なんで、いらないですか、近いじゃ近いんだけどね、はい、うん、なかなかないでしょ、出すところですよ、ね、それ何人かに聞かれたんだけど、あ、俺教えてねえんだ、そこの店に迷惑になってるじゃん、なんかあってますな、ピーチンペンですか、こっから近い、そうです、失礼します、あ、朝でいります、カノさんすいません、うん、イカ丸焼きっていうのはイカフライっていうのはできないですよね、なになに、イカ、イカもう天ぷら用にはできないですよ、あー、それね、あれでしょ、要は串刺しでよくやってるやつのイカの丸焼き、うん、丸ごとなんだけど、うん、あのゲソがついてない。あ、そうね。つぼのやつだから。準備してくれる？まだ鉄板持っといてる。よし。お前もそっち逃げるな。一番手でも捨てる、もっと開けていいよ、じゃあね、詰まってやる、さっきは逃げなかった遅かった、30分は山芋されたらなんとなく月曜だしなとかいろいろ思ってたのよ、昨日がほら混んだから、混んだ日曜の翌月って、あの意外と、まあ、そんな遅いから、余裕ぶっかましたんだけど、行くよ行くよっていつも俺言ったから、いやー、ちょっと待てよ、待てよ、みたいな。あと今日は仕入れに時間がかかった。あそこ歩けねえや、もうあれじゃん。まあ、いいか。
だってよ。キッチンストーリーだな、今日の。ブーカーフィーチャーはでっかい声だけやけてけなんかやってたから、ウーコーがなんかやと思って。いよいよ、そうそうそう。だからもうめっちゃめちゃしといてよ。おせちの材料。そう。カニ、カニと、あと、カズノコ、マグロ、なんかみんなやってたり、肉もやってたの。やっぱ車もね、おせち料理しやすい。あ、そこでやってもそう。車もあるからないから。すみません、お会計お願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。まとめた。お金が向こうにあるんだ。もうそれだけ。それ終わったら。よし、よし、行っていいよ。ペッパー熱いから。1330円になります。ありがとうございます。すいません、お茶をお配りください。はい。やっぱ1,030円お預かりします。トマトの店終わっちゃったね。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。3,700円お返しになります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございます。ウーロンと、あとネギ、俺の方は。そっちが先にしてくれる、ネギ。ありがとう。いいよ。これ、いいよ。これで足りる。これこっち置いといたからさ、うん、はいよ。
らいかと思います。いらっしゃいませ。ああ、こんばんは、こんばんは。はい、じゃあ生でいいですか。はい、はい、出てきて、うん、そこはあの記憶が襲うけど、あのあれ、ね、今日はコメディオがあって出てるんで、あ、後ろ行っていいよ、後ろ行っていいよ。でもね、一発目に来たお客さん、大体そこじゃなくて、ここか、この辺座る。初めて。ああ。やっぱり窓に来てました？今やんだ。なんか今日みたいなの降ってきましたよね。私もそのタイミングでちょうど出かさなかったんで、ずぶ濡れで降りましたね。もう足もびちょびちょで。びちょびちょなすですよ。懐かしい。仕事納めもお仕事も終わる。いや、まだ。まだ。こんなに働いてませんどうするの。いやいやいや。それぐらい働かな、人並みに行かれへん。いや、31日まだ来られへんくなって。ああ。実家に行かなかったから。なるほど。だから今日、今年最後もよ。ありがとうさんです。ご実家は近所なんですか？ご近所なんですか？ただ、交通の便の込み具合とかそういうの気にせずに。なになに？コメディめっちゃ見える。いくら雑炊？いくら雑炊？はい。いくら雑炊？あれ、緑は何で緑だよ。あ、ファーストコメント、俺の放送で。いくら雑炊？いいよ。いや、もうそれやっといて、こっちは。まだこっちが出した。普段、俺たちが見てるやつをそのまま映してる。そうだよ。だから俺も向こうで今確認してる、コメントは。いますよね。うん。あれで文字で書きしてる。はい、だ。ここからでも全然いい。だから大きくしてっからよ。俺が見てるサイズはもっとちっちゃいから。うん。普段はね。だからなんか、あそこからでも見れるよ、ね。ここね、あそこやってる意味がね。余裕で見れるよ。ああ。ここで見えるところが見えるよ。あ、水？何？あ、雑炊？雑炊今からやるよ。待っててね。はいよ。大ちゃんとか筑前でます。はい、掴みを先に綺麗にしてくれる先じゃなくて、これあれとかね、先生ね、
そんなに引っかかるなんかならないの。あるけど。カマンベールありますか。はい、あります。じゃあ、どうされはい。俺のレベルがビッカビカなのよ、あれ、今の。あれで、ね、あれがそれやり始めたら気に入ってんやろ、ちょっとやめてんじゃあ、大ちゃん、今日が最後か。今日最後、うん、もう、だから飲みに行くのも、今日で年内。もう出ないの。うん。スタートアップが、うん。大ちゃん、地元帰ってもいいと思うんですけど。大丈夫。今年はいっぱい来れたわ、まず。そうだね。ていうか、外れが多かったからね。で今回も外れが1回もなかった。今回ねえよ。もうね、あのね、学習したから。うん。お前、放送見てから来るからな。これは放送見てから来ねえとやべえもんね。ビールの放送の。あ、お箸大丈夫です。新しいのお使いください。見てからいいけど、やっぱ、そういう人はそういうの。ああ。でしょ。おほら、なんかね、やっぱりね、あのね、開けすぎると逆にみんなが死ぬ。ビビるんだよ。おいおいおい、どっかでまた途中で反動来るぜ。その反動で。休んで、休んだ方がいいんじゃねえ。その反動でこっそり。もうね、平日休んだ方がいいよ。週末だけでいいじゃん。って言い出すから、もうそうなったらまた自分の中でも悪魔の世界から休んでいいのかな。違う、逆だよ。そう言われるよ、言われるほど休まねえ。一回休んでもあれ。冗談じゃねえ。休まねえ。動けるときは動いてもらわないと。なんだろう。私のお年玉が。ほんまやけないと。がっぽりもらわない。あんなことばっか考えてる。多いね、最近金かに言わねえな。なんか裏で考えてるらしいからよ。もう、ぶっちゃよ。欲しいものリストとかついてる。まあ、アマゾンのやつをこっそり見せる。やめろっつうんだよ。知らんわよ。ビアンキの自転車が取ってる。うるさい。ないから、追い出して。それはまずいな。いただけないな。そうだ、言う方や。ダメだよ、そうだ、言う方だ。痛いからパソコン返すよ。専用で。感心者だろ。ニコって、うなちゃんなんだけど、ニコってニヤって。やめなさい。
あらめちゃんなんだ。どうぞください。あ、犬がいる。じゃあ、うちマンションにいるグループ、フレンズグループのお父さんも。はい、こういうのは。今日出勤するときにトイじゃなくて本当のトイレに。もうでかいよ、スタンダーめちゃめちゃでかい、びっくりするよ。怖いよ、逆に。そんな大きいの？すんごい高いよ、それで、値段も。スタンダードは。でかいし、高いし。大きさで言えば、ハスキーぐらいはあるんですけど。あるよ。いいんですよ。音ってね、背が高い。腰の位置が。トイプードルそんなでかくならない。トイはだって、トイっていうぐらいだから。あの牧場系の毛長いやつみたいな、あの何やったっけ、足長くて、あれみたいな感じだった。あ、なんか毛が毛でも高い。そう、あんな感じ。怖い。まあちょっと怖く見えるよ。怖かったです。でも綺麗にトリミングして。あれ金かかってしょうがねえんだ、あれ。毎月やるんだ、あれ。鳥のあのパサポーズみたいな毛が。もこってなって、骨が出てくる。あれ、それこそスタンダードプードルは金持ちやつが買えない。そうやね、クリーニングが大変やろね。それだったら、高いやつが高いと思う。ちょこちょこ行くの。毎月美容院で8000円取られて。あれで2万5000円ぐらい取るよ、スタンダードだと。うん。人間より高いんだから。はいよ、生、おかわりでーす。はい。あ、ごめんなさい。もうちゃんと座って。あよ。あ、いい。今じゃあ、巨乳が男性ってたの？ちょっとな。あのね、出るのは一緒なんだけど、あの黒門で。買い物するときにごった返して進めやしねえし、食い物のレジはならんねえし、うわーと思って、ダメじゃんこれ。おい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 だよ、ほんとに。すいません、ごめんなさい。で、今日からなんか特売りみたいにやってる。普段同じ時間で車乗ってないんですか？乗ってない。で、なんかね、あの要するにアメ横みたいなの、あらららららみたいな掛け声かかってるから、もう客もあの煽られるわけよ。うん、見事に乗せられてんな。まあ、ええかって買っていくみたいな。で、大阪ってほら、そういう勢い好きじゃん。だから、あ、見事にやられたな。気づいたらこれあんまりいないもん。うん。だからみんな山ほど荷物抱えてるから、通りも混んじゃってしょうがないんだよ。それだけ気をつけさせてね。まだだもんね。休みしてる。いやもうね、残り物みたいになっちゃってるよ、多分。まあ確かにそれは安いんだけど、それやるとね。でもいいのは残ってない。まあいいのかどうかわかんないけど。欲しいのかな。うん。OK。一遍。
いいよーそれ、大好きさん聞いてくださいよ、うん、PS4 に放送で見た、めっちゃいいやん、もう早速ゲーム買って、これあの PS4 のメタルギアとか出るやん、あ、メタルギアソリッド、あれやりたい、あれも今 PV とかちょっと見て、まあ、どんなもんかな、そうそうそう、いやメタルギアはもう外れないでもで、スネークがちゃんと今回も出てきて、いいな、でも今なんかネットワークの不具合がすごい出てて、クリスマスからずっとダメで、いやゲーム自体はやることはできるんですけど、オンラインが出なくて、うん、なんとかならんかなぁ、いやあれでも一式揃えたら6万ぐらい、あれドラクエもついてるんで、あれでまあ5万7千円とか、まあ、6万ぐらいだとは、でカメラも買ってるの、そう、それであとスタンドカメラ、PS4 専用カメラっていうのが、すげえめっちゃ認識の仕方はシビア、カメラは人を顔認識、何使う、ニコニコ生放送とかワイプに使える、放送せんかでいらいらない、いやでも放送しなくてもあった方がいいと思う、あれは、あの、うん、オンラインで、はい、誰かとやるときに顔出しながらできるっていうのは、あチーム作ったりするんだったら、だカメラだったら、このカメラで画面を作ったら生放送できると思う、そうです、ニコニコ、ニコニコともダイレクトに直結してるから、本人今日も提携したんですよ、そうだ、そう、提携も作ってあるから、それ用の PS4 の発行機を作るとか、 PS4 単体でニコニコができる、そうなの、パソコンいらない、そういうシステムなので
でオンラインがつながれば生放送も、ゲーム放送も。それでこの間、大井さんがね、なんか人の放送誰かがあのプレイステーションやってるのを見に行って、アイドルマスターを見つけて、なんかパンツが飛んだらどうだとか。またこいつだよって。あいついつもパンツやってんだ。だ着替えさせてどうだこうだとか。俺ダメだろ、いろんなゲームやってたね。グランセフト、車ねと思ってやったし、ああ殺してやる。あ、グランセフトオートじゃなくて GTA のなんとかとかいうのは、あれはストーリーがあるから、なんか人間が戦ってたりとかするんで、車だけじゃねえから、誰これつまんねえ。あ、そうなんですよ、まあ、グランセフト。ただ、もう車のみの愛見たかった、ベースしても。なんだよ、これ。みたいな。それでもグランツーリスモとかじゃないとアカウントになるのか。グランツーリスモ配信なんかでも意識揃えたらしいですよ。ハンドルとか、ああ、じゃなんかヘルメットを見たいらしいもん、人的に。それで被れますって。それ見たいわ。それで、あの、バックグラウンドミュージックにトゥルースを流すの。ヘルメットはモンキーのでええやんって話よ。グマホンのでええやんちゃんとフルフェイスのやつでいい絶対おるよ。さあ揃えんのに10万ぐらいかもハンドルとシートでよ。シートもおうもう完コピするんだから。めっちゃおもろそう。もうまだ物が物がっていうか掃除するのに邪魔になるやんか。そんなシートまであったら絶対面白いな。テーブル溶けてるシートってあそこの真ん中占領するか。それでその次は今度戦闘機のゲームを買って、あのこういう毒ガスマスクみたいなキャキーンって。これであれだよ、音かける音がトップガスだよ、ええー、ってやってよバカだみたいな。もうどうしようもねこのジジイみたいな。ちょっと見たいけどね、それもそれで。それは逆にゲームちっちゃくしてワイプでかくしてるとか言われるよね。ゲームどうでもいいから。お前をまず見せろみたいな。そんで大概ワイプの方キャプラーレンジ。ゲーム全然誰も見てねえのな。誰もゲーム興味ないって。でミラーとかワイプの方だけアップにして。佐野撃墜されるみたいなコースが。バカはバカだね。それみたいで俺がもうゲームぶた投げるんだよそれで。クソゲーだこれとか言われて。絶対やってるよ、それだけは。もう二度とやらねえ。ああ、俺もこれ二度とやんねえやとか。コントローラーワイヤレスやからって負けたらあかんよ。これそう、それで、それで、みんな、俺がもうこんなクソゲーやらねえよって言ったら、はい、お引き取りいたしまーす。くれ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 って始まるの。いや、私がやんねんから、2月から私がドラクエすんねんから。ソフトもうよこせよ。もう、もう、うなちゃん無理だ、それは。みんなが言い始め。多分俺の予想通りになるな結果になると思います。まあ多分おいちゃんのことやから結構すぐ飽きんの早そうや。だってもともとおらちゃんゲームしないの。ないよ。すぐ飽きると思う。嫌いなんだっけ。でもそんな絵は見たいけど。絵はね。たった一回にかけすぎだろ。どんだけ金かけてんねんみたいな。で、1日か2日でボイだね。そうそうそう。誰もなくそべシート邪魔なんだよ。もう邪魔だわ、それをもう隣の部屋。そしたらゲルゲルいつの間にかそこで乗ってたりしてな。おいちゃんこれ楽しいや。ついであれ、半年か1年後ぐらいに道具市販が始まるんだよ。おりゅう、作ってんで。あるよーって。僕の部屋から持ってくるんだよな。ごそうだから、まさかの引っ張ってるんだよ。めちゃどけそこ邪魔なとか言いながら。シートもあるんだよ。一応な、おじさん物は意識はあるんだよ。あよっ。あよっ。またみんなに怒られるんで。だから言ったろって。バカはバカってみんなにまた言われて、うるせえよ。また俺が逆切れする。はいよ。はい、よろしく。チェックだけ入れといて。はいよ。
やべえ、みんなおじさん来てるよ。みんなおじさん。みんな、おっちゃんぐらいだから。おっちゃんってあれだよ、お父ちゃん来てる。塗ってるよ、今、ほら、一番下青。こっちの米ビーはブルーなんだ。レッドにはしてねえが。あれ、ニコニコのコメントビーだったら赤だから。はい。あ、はい、あ、大丈夫ですか。おいよ、あ、いや、もう俺がやるよ。何が？今の新しいプレステ4とか。ああ、なんかすごい、うん、綺麗みたいね。いいよ、入ったらこっち来る、これ綺麗にして、もう大丈夫だろ、これ。そこへ絶対このガチ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 やってる、それでもいい、まあまあいい、お前ですね。年内は絶対それで乗り切る。年明けたらもうおめえのそんなに心配しなくていいようにするから。俺も責任っていうか、はいはい、俺もほらそういうのあるからさ、ちゃんと絞っておくだろう。終わってっから。いや、一応俺だって負い目があるからな。さっさとまたやればいいのによってね。で、年内はそれでいっちゃうと。小松菜ありますか？小松菜あるよ。じゃあ、それください。はい。どちらからですか？愛知県。え？
今日愛知に戻る。今日来て。あ、近鉄とかで。さんね、さっき飯行ってくるな、一回行ってたけど。戻ってきたの。あ、こっちのね。あよ、ロモさんいつもありがとう。すみませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。気をつけて。じゃあまた今度さ、機会があればお姉ちゃんについてきて。すみません。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。どうも。バイバーイ。プレゼントしたんで、うん、クリスマス別のやつ食べた。贅沢だ。